町田市立国際版画美術館では現在黒崎明50年の軌跡が開催されています。版画家としてだけでなく版画史研究者、教育者としても活躍した黒崎明の作品およそ40点が展示されています。黒崎明は、日本を代表する木版画家で国内外で活躍した作家です。で、残念ながら2019年に亡くなられたのですけれども、その50年以上にわたる創作の過程をご紹介するというのが本展になります。黒崎明というと浮世絵の技法を現代によみがえらせた色鮮やかな木版画ということが一番知られているんですけれども、変わることを恐れないで次々と新しいことに挑戦していったっていうことをぜひ見ていただきたい。その浮世絵の技法を使ったものだけではなく、さまざまなことに生涯本当に晩年までチャレンジしていった変化の様子をぜひご覧いただきたいと思います。こちらの作品は晩年の2011年に描いた作品で、黒崎が少年時代疎開などで過ごした滋賀を舞台としています。またこちらの作品は万葉集をテーマにしており、版画の脇には歌が描かれています。黒崎明の作品の変遷が見られるこちらの展覧会は3月10日まで開催しています。